みんなこんにちはということですね、本日もコラボ会でございます。さあ、ちょっと今ね、コラボ相手の方がびっくりはしてるんですけれども、さあ、なんと今回はですね、あのガイロクチャンネルさんとのコラボになりますよ。はい、ということでですね、今回ガイロクチャンネルさんとコラボするにあたってですね、ガイロクチャンネルさんの撮り方もですね、ちょっと今回教えてもらったりとかするので、本日よろしくお願いいたします。急にテンションが、はい、テレビリポーターって言われましたね。そうなんです、ということで、このカメラで撮るんですよね。あ、そうですね、はい、じゃあちょっとこちらお借りしてもいいですか。はい、ということで、改めてフラダイズの TV にようこそ。今回コラボありがとうございます。いえ、とんでもないです、ありがとうございます。ありがとうございます。で、今回ね、そのなんでガイロクチャンネルさんとそのコラボするかっていうふうになった時に、そもそもこれ僕にどういうふうにオファーを。そうです、あの、フラさんが、はい、養護施設出身だっていうのを、養護施設になったやつか。養護施設出身から俳優でその戦隊ものの主人公やったことある人がいるんですよって言って、はい、あ、そんな人いるんですかっていうので、あ、ちょっとぜひオファーしてみますっていうような感じの流れですね。なるほど、はい、いや、もうサトシは本当に僕の直系の同じ養護施設の後輩なんで。あ、同じ養護施設なんですか。そうなんです。え、じゃあプリン徴収してたんですか。いや、実はサトシとは会が違ったんで、サトシは僕からプリンを徴収されてません。あ、そうなんですか。でも徴収してたらこんな仲良くないかもしれないです。結構いろんな方とコラボされてるじゃないですか。あ、まあ、かコラボっていうか、まあ、基本だから誰かが出てくれるのがもうそもそもフォーマットっていう感じですね。ですよね、はあはあ、それこそユースケ、山本ユースケのやつも見ましたし、はあはあはあ、あれどうやってオファーしたんですか。山本ユースケさん紹介かな、いろんな人に取材させてもらってるおかげで、はい、なんかこの人どうなんですかとか言ってくれることがあるんですよ。あ、で、こっちからしたら、え、出てもらえる可能性があるんだったらめっちゃ嬉しいですって感じじゃないですか、はいはい、それでぜひぜひ出て繋いでもらったっていうのが山本裕介さんの場合は経緯ですかね。なるほど、はい、そうなんですね。そもそもね、はい、三谷さんが、はい、なんでこのね、ガイロクチャンネルをやろうかってなったのがまず僕気になってて、そもそも三谷さんはおいくつなんですか。僕でも37歳です、はい、ってことは僕って今タメなんですよね。ああ、そうですか、はい、今年38ですか。38になる人と同じ学年でしたから。じゃあ僕たちは一緒の学年ってことですか。そうですね。ですよね。で、だからシンパシー感じるのは、僕の父親が養護施設の先生だったんですよ。東京都国立市にある、はいはい、とある養護施設の職員でしたね。マジですか。はい。うわ、そこはなんかちょっとシンパシー感じますね、確かに。そうですね。だから見てましたね、そういう風景を。もう、あの、その施設の目の前に、はい、あの職員寮があったんで、うちの父親ってか、まあ、僕ら家族はそこの真ん前に住んでました。なるほどね。はい。いや、もうだから生まれた時から国立市に住んでて、で、僕あの、その後にテレビ業界に就職するんですけど。あ、そうなんですか。はい、だからテレビ業界の24歳ぐらいまでそこに住んでましたね、国立市に。まあ、家とかは途中で変わるんですけど、はい、あの、そうですね、0歳から24歳まで国立市です。ちなみに企業ですか。いやいや、あの、派遣会社です。派遣会社。テレビの現場ってテレビ局員さんなんてほんの一握りしかいないですか。ほぼほぼ、ね、あの、外注ですもんね。そう、そんだから外注の会社に派遣されるような人間です、はいはい、なるほど。え、そこで何度番組作ってたんですか。皆さんに分かりやすく言ってるのは、もういいともの AD とかがそこら派遣されてましたね。何ですか、はいはい、いいともの AD やったんですか。やってました、やってました。業界歴4年目5年目は、いいともの AD やってましたね。でも当時のテレビって、はい、まだまだめちゃめちゃテレビ時代じゃないですか、はいはい、ってことは相当きつかったじゃないですか、AD。あ、そうですね、帰れないみたいな。帰れないし寝れないし、まあ暴力暴言はまあ当たり前みたいな。暴力もあったんですか。暴力、でも暴力ドラマの現場もありませんでしたか。僕たちくらいの時代になるとあんま見ないですね。なるほど。他の現場でも暴力あんまないですね。あ、そうか、演者の前では怒んないかもしれないですね。なるほど。あの、多分ね、あの、演者の前でもう、スタッフが殴られたらさらに10年以上前の出来事っていうのはよく聞いてたんですよ。うわ、なるほどね。あの、バラエティの現場でも平気で目の前でバーンって殴られて地獄みたいな空気になるけど、はい、それを笑いに変えなきゃいけなかったみたいなエピソードとか喋ってる人いたんで、昔は。なるほどね。結構しんどい AD 時代ですね、殴られて椅子並べて寝るとか当たり前ですよ。あ、それはもう当たり前ですし、僕が後に気づいたのは、椅子並べて寝るぐらいだったら床で寝た方が腰が痛くならないってところに行き着きましたね。なるほど。そう、結局あの椅子並べて3つの
並べて寝るってちょっともうあのエクスタシーみたいな感じになってて、それをこうやってるのがかっこいいみたいな、なんか意味わかんないなんか領域に達してる人いっぱいいたんですけど、あれって腰壊すんで。なるほどね。そう、僕はだから布団とか小道具で買ったりとかすることもあるんですよ、バラエティーの現場って。そういうのをあの捨てずに取っておいて自分用の布団にして、布団を床に敷いて寝たりとかしてましたね。やば。 AD をやった後にそれこそディレクターになることはあったんですか？あ、なれました、なれました。あ、待ったんですか？はい。業界入って7年目ぐらいですかね。28でなれましたかね、一応なんとか。でも若手ですよね、ディレクターとしては。あ、でもね、まあ、若手っちゃ若手ですけど、はい、普通って感じですね。早くもないし、でもめちゃくちゃ遅いねって言うと30超えてからなる人もいるんで。そうそうそう、確かに。そんなイメージあります。バラエティの場合5分のコーナーとか、うん、あの1分半の VTR 作る人もディレクターって名乗れるんで。そっか、確かに。なんでそういう細々としたものをやる若手として一応デビューできるんですよ。なるほどね。そっか。待って、いや今正直、はい、まあ、外録チャンネルって、はい、まあ、今 YouTube の中とか も、はいはい、もう相当なんだろう、皆に知れ渡ったコンテンツというかチャンネルだと思うんですけれども、はいはいはい、やっぱその密着じゃないですか、これも。あ、はいはいはい、やっぱなんかそこら辺くらいからそういうのやってみたいなみたいなのあったんですか？あ、逆ですかね。逆？いや、言ったらその最初テレビ入る動機ってなんとなくダウンタウン好きだなとか、松本人志さんかっこいいなとか、なんかまあなんとなくお笑い番組できたらいいかなみたいな、うっすらとしたなんかイメージで入ってるんですけど、はい、ディレクターになるじゃないですか、はい、でタレントさんを扱うような企画のロケをさせてもらうこともあったり、逆にその一般の方を密着したりとかするのをいろいろ担当していくにあたって、やりがい感じるのはテレビに出ることを完全に専門してとしてるわけじゃない人で面白い VTR を作るっていう方が自分としてはなんか向いてるし、そっちの方が難易度が高いから個性だからやりがいがあるってのはありましたね。なるほどね。じゃあ、はい、元々そういうのが好きっていうわけじゃなく、やっていく中で。そうですね、やっていったらたどり着いたっていう感じですかね、はい、ちなみに一番最初に声かけた方ってどんな方なんですか？一番最初はこの新宿のちょっとこの東南口のエスカレーター降りた喫煙所の前でなんか絵を並べて売ってたアーティストさんみたいな。いや、だから最初、カメラを持って街の中でなんか話聞かせてもらえませんかみたいなことをやるにしても、今まではフジテレビですけどとか、はい、TBS ですけどみたいな、あの大手の名前を借りてその活動してる、活動っていうかその仕事してるわけじゃないですか。それがないパターンで。確かに、見たりですけど無理ですよ。どこの見たりだよってなるもんね。そう、 YouTube でなんかそういう取材する動画撮ってるんですけどって言って、果たして人が立ち止まってくれるのかなみたいな気持ちになるじゃないですか。でなった時に、まあなんかこの絵売ってる人だったら最悪この絵を買えば、あの話聞いてくれるかなみたいな感じで声かけましたね。で、ちなみに絵を買ったんですか？でも1000円とかで売ってたんで、はいはいはい、買いましたけどね。なるほど。でその方のお話っていうのを正直最初聞いて、はい、でいけるって思ったんですか、この後？あ、いやいや、別にね、いけるとか全然思ってなくて、はい、言ったらもう目的としては好きなようにあの VTR を作りたいっていうことが始まりだったんで、はい、あ、まあ楽しいわ、やっぱ楽しいなぐらいの感じですね。いけるとは思ってないですよ、全く。なるほどね、はい、その当時1時間2時間かけて生まれてきてから今に至るまでをとうとうと聞くっていうフォーマットじゃなかったんで。あ、なるほど。そう、まあなんかなんでこういうことするようになったんですかぐらいの、はいはいはい、なんか、まあ、ざっくりとした感じ。その時からこのスタイルですか？あ、それは変わってないですね。あ、そうなんですね、はいはい、あ、じゃあもうそれはもうディレクター時代に培った経験の中でこれがいいなっていうのがあったんですか？これだったらあのお金もかからないし、あの継続してできるんじゃないかなっていうのは感覚としてあります。ミニマムでね、はいはい、やっていけるんじゃないか。そう、僕の人件費だけ、はいはい、あのしかもあの移動も自転車でしてたんで。あ、そうなんですか。はい、あの要は別にだってお金を生み出してないものでなんか交通費払うのバカみたいだなと思って
なるほど、はい、ちなみに今は移動何でしてるんですか。今電車でしてます。いや、じゃあちょっとランク上がりましたね。そうですね、そうですね、あの自転車から電車になった。あ、そうですね、確かに、はい、いやでももっとガイロクチャンネルさんだったらもう自分たちの車を1個買ってそれで行けるじゃないですか。あ、いやでもちゃんとね電車とかバスとかを使うっていうのはこれ大事だなって思ってるんですよ。なんでですか。いや要はその世の中と触れ合えるわけじゃないですか。言ったらでなんか遭遇しないようなシーンに出会ったりとかするんですよ。確かに。ちなみにだってガイロクチャンネルさんって今何万人登録ですか。149になりましたね。いや最近、まあ、すごいですね。いつ頃からやられたんですか。4年前ぐらいですね。4年1ヶ月ぐらい。でも4年って割と遅いですよ、 YouTube 参入としては。2020年なので。コロナ禍。そうですね、コロナ始めようかなと思ったら本当にコロナ来ちゃったみたいな感じですかね。一番最初にバズった方ってどんな方なんですか。一番最初に再生的に回ったなっていうのはなんかホームレスの方でしたね。それこそその初日に取材した人の中で言ったらその歩いてない人に声かけるわけですよ。言ったら暇そうにしてる人っていうか、最初絵描き行ってあそこにいる人多分おそらくホームレスだろうなって思って、はい、僕も正直だからそのホームレスの人に話聞くの初めてだったんで、はい、ドキドキしながら聞いてるじゃないですか、こっちも、はい、そういうのって結構伝わるもんで割とドキドキ見てる人もできるような仕上がりになってたんですかね。ちなみに先ほどの絵描きの方は1000円の絵を買ってお話聞いたじゃないですか。そのホームレスの方とかにお話聞くにあたってどんな感じで声かけて、例えば何かお金を渡したりとか。その人の場合はもう別に何にもこれあげるから撮らせてくれみたいな感じというよりはもう普通に近づいてってちょっとまあYouTube で動画撮ってるんですけどお話聞かせてもらってもいいんですかねみたいな感じでしたかね。で、まあ、お話もろもろ聞いて、まあ、なんかそのコロナになって人が出なくなったせいで今まで 自販機の下から金を拾い集めて1日いい時で1000円2000円ゲットしてたんだけど人が出歩かないから金が落ちてなくて困ってるっていう話をしてたんで、じゃあ1000円ぐらいその投げ銭の箱に入れて ありがとうございましたっていうあの終わった後にお金払ったりとかしましたけどね。なるほど。話の中で一番面白かったポイントとかもあるんですか。社会復帰したいんだけどホームレス中に路上で寝たせいで運転免許が入ってる財布が盗まれちゃった。うわ。だからその前職が長距離かなんかのトラックドライバーだったらしいですよ、はい。で社会復帰するのはトラックドライバーやりたいんだけどそもそも免許がないからできないんだよねっていう話とかが何万再生くらいですか。結果その人が後に社会復帰するんで消すことになるんですけど。え、マジですか。そう、でも当時でだからそのアカウントでもう1000人もいない状態の時から10万再生ぐらいされましたからね。すごいですね。え、ちなみにそれなんで社会復帰したこと分かったんですか。あ、結果コメントとかでこうやってホームレスをなんか見せ物にして再生稼ぎするので良くないみたいなお金稼ぎするので良くないみたいなコメントがあって、まあ、その当時まだあの収益化してないんでお金稼げてないんですけど、あ、確かに社会復帰するまでそういう風な施しをしてみて密着するのいいかもと思って毎週どうせ新宿来てたしどうですかみたいな感じで、まあ、来るたびに、まあ、適当に街中で インタビューしながら他の人の取材の合間に聞いたりとかしてそれをシリーズ化して流してたら結果そのシリーズが別に大したこと聞いてなくても1万再生以上されるようになったんですよ。なんか僕とその人が牛丼食ってるだけとかそしたらなんかこう応援してくれる人が出てくるじゃないですか。なんか YouTube 見た人からなんかパンの差し入れもらったよとか、そしたらなんか行政につなげましょうかみたいな人が現れてくれたんですよ、僕らのカメラの外で。その人に結果介護を使用するのであればその社会復帰するまでにかかる費用を全て負担しますっていうプロジェクトがあったんですよ、行政の。でそれにつなげて本当に介護士の資格取って介護士するために社会復帰したっていうのはありますよね。え、じゃあもう今そのシリーズを介護士になるところまで追ったってことですか。そうですね、介護士になる手前って感じですかね。だから要は行政のお金で家借りるところまで追いましたね。うわ、すごいっすね。
でそれでなるにあたってだからそうするとこういうのが YouTube に上がってると あんまよろしくないっていう話し合いのもとじゃあこっち消して再度、モザイクを入れてその人の本名を愛称みたいな感じに変えて、アップロードし直すっていうことで作り直しましたね。あ、じゃあ一応まだそれ見れるんですか。見れるっちゃ見れますね。見づらくはなってますけどね、かなり。なるほど。うわすごい。でも本当偶然の産物です。そしたらその方をじゃあ機械の自然取材じゃなくてそこからさらに追っていこうみたいな。それはもうそう、そのままそのままの成り行きです。へえ。そこから要は芸能人の人とかも後々出てきたりするんですけど、そうなるまでに段階っていうのがあるんですか。ああ、なんでそういうシリーズのおかげで1万人みたいなものが見えてきたときに、1万人ぐらいに4ヶ月ぐらいかかって、しかも毎日投稿してて、そもそもその一般の人を取材するのが好きだったってさっきしたじゃないですか。そういう番組をやらせてもらってたのが東野幸治さんが MC の番組だったんですよ。まあそんな人気番組ではない、終わっちゃった番組なんですけど、TBS のその他の人に会ってみたっていう番組があったんですけど、まあ一般人を密着するみたいなタイプの番組で、その番組の中でもさらにちょっとなんか特殊な VTR を僕が作ってたんですよ。変な VTR を。で、多分おそらく覚えてくれてるだろうなと思ったんですよ。名前とか覚えてないと思うんですけど、自体、その変な V 作ってるディレクターいたなぐらい覚えてくれてると思ったんで、あの時に作ってたこういうものなんですけど、自分で YouTube を立ち上げて作ったんですよ。で、もうすぐなんとか1万人になれそうなんで、よかったら出てくれませんかみたいな。マジっすか、東野さんに。はい。インスタグラムで DM で送って、東野さん直接届くんですかそれ。そう、それで出てもらいましたね。マジっすか、はい、東野さんもでもよく出てくれましたよね。ギャラは出てくるとか。その時ノーギャラで出てくれました。マジっすか。はい。DM のラリーで決まったというよりは DM したことによって、じゃあ一回飯でも食いに来ますかみたいなことを言ってくれて、で一緒に行って、でもなんかそうなった経緯とか全部説明して、はい、したらまあなんかノーギャラで協力するでみたいなこと言ってくれたんで、はい、じゃあ出てもらってもいいですかってなって、吉本に俺が行っとくからっていうことでそう出てくれたっていう。初めての芸能人東野幸治さんですか。そうですね。うわすごいっすねそれ。だからそれ確かに交渉が4ヶ月ですね、はい、で結果まあ撮影だ編集だなんだって登場したのは9月なんですよ。ああ結構かかってる。はいはい。だから半年ぐらい毎日投稿してるから、うわその時点で投稿された時は2万人ぐらいだったんですよ。あもう倍になってるんですね。はい。すごい。だからその東野さん登場するまでに応援してた人からするとずっとなんかまあ変な一般人がなんか赤裸々に語るみたいなチャンネルに急に超ド級の一流芸能人がやってきたから、めっちゃバズるというよりはなんかじわじわざわつくみたいな感じでしたね。なんかいきなり100万再生とかっていう感じじゃないですけど、結果でも今多分その3本に分けて撮ったと思うんですけど、うちの1本は多分200万ちょっと再生されてると思いますね、東野さんのその動画。すごいですね。はい。東野さんとの出会いって結構でかかったですね。そうですね。あの当時には珍しい、もうこっちが作った VTR をなんか全部肯定してくれるようなリアクションをしてくれるんですよね。それはすごいなんかね嬉しくって、東野さんとかはもう自分のツッコミによって何でもないところに笑い作ってくれるというか。あ、なるほどね。画角とかツッコんで笑いにしてくれるんですよ。いや優しい。だから そんなのとかもこっちも快感なわけですよ。だから逆にそのあこういう変な画角にあえてしたらちょっと喜ぶかもと思って、そういうなんか仕掛けをいっぱい作りまくるんですよ。したらそれ、まあ、全部とはないけどもう 90% 拾ってくれるっていう。優しいです。じゃあなんかいきなり例えばこういう風にやったりとかしてもってことですよ。そうそう、な寝てたみたいなこととか言ってくれるわけですよね。めっちゃ面白い、うん、全て面白くしてくれて、だからそのなんか VTR を面白い面白くないってジャッジされるっていう経験は今までしたことあるんですよ MC によって。で面白いねって言われたらまあ安心する。でなんか微妙だったらなんかこう全部自分が否定されたような気持ちになる。東野さんはなんかパワーアップさせてくれるみたいな、はいはい、2倍3倍面白くさせてくれしてくれるんで、やる気出ますよね。そうなってくるよね、こっちも自然と。だからなんかフリーランスのディレクターなんて何個か掛け持ってるんですけど、別にギャラそんな深夜の番組だったんで良くないけど、ゴールデンの番組より力入れてやってましたね自分の中でね。なるほどね、はあ、
ガイロクチャンネルがそもそも今なんであんなに人気番組になっていったのかとか、うん、だからそれのルーツの一つとしてその東野幸治さんがやっぱ出会いの中にいたっていう結構大きいですよね。いやそうですね、普通に東野さんとかね出てなかったらもしかしたらまだ10万人ぐらいにとどまってる可能性ありますよね。それでもすごいですよ、10万人って今の YouTube で登録者数10万人いくって結構難しいじゃないですか正直言って。あ確かに。でもそんな中にもねやって、はい、まあ、こうやって140万人そうっす、まあ、49万人になりました、だからもう150万人近く。ちなみにこの人やったら爆発的に1万人増えたとかなんかいます？あでもその人のその爆発的に伸びた率でいうと4年やって多分一番でかかったのは2021年に取材したバッドボーイズ佐田さんの回が登録者数の伸びでいったら一番激しかったかもしれない。でも1日で7000人とかくらい、すごいよ1日で7000人って。まあ今も人気あるんですけど佐田さんの YouTube 当時もうノリに乗ってて悪くても100万再生みたいなすごいっすぐらいの勢いがある中、でも佐田さんの言うチャンネル自体は、まあ、基本 DIY バラエティみたいな感じなんですよ。言ったらまあバイクとか、はいはい、なんかいろんなものをいじって見せますみたいな、はいはい、でもその生い立ちに関しては、まあ、漫画とかいろいろ出てるんだけど本人が語ってる、あの生まれてから今に至るまで語るっていうものは多分なかったと思うんですよ。のおかげでなんか刺さったのがめっちゃ登録してくれましたね、そこから見てくれた人が。なるほどね。でも結構いろんな芸能人の方がたくさん出てる中バッドボーイズさんですね。そうですね、結局やっぱ YouTube なんで、はい、YouTube の中で濃いファンを持ってるっていう人のこんな姿見たことなかったありがとうみたいな感じになると多分登録してくれるんじゃないですかね。なるほど、うんうん、どうやってコラボ決めたんですか？結局それ結局まあ東野さんからの流れなんですけど、東野さん出てくれました。それとあのその番組によく出てくれたノブコブの吉村さんが出てくれたんですよ。うわすごい。でその吉村さんがこの人取材した方がいいんじゃないって言ってくれたのがファイブギャップさんという吉村さんの同期の、まあちょっと肝臓を途中で壊しちゃったけど吉村さんが認める同期の才能あるんだけどこうなかなかこうチャンスに恵まれない芸人さんみたいな。でその人の回を結構感動するような内容だったんですよ。それがそれを見てくれたバッドボーイズ佐田さんがなんか俺もこの人に会いたいなみたいなことをツイートしてくれてたんですよね、はいはい、で僕もそれを毎日エゴさして見つけたんでいやぜひぜひあのいや僕も会いたいですみたいなことをやったらリプ返したらじゃあそれで取材させてもらうってなりましたね。例えばなんですけども、はい、まあ、自分がファンだった方とか自分が好きだった人に話を初めて聞いた人ってあるんですか？誰ですかね。カハルトモミミさんとか、あのそうカゴアイさんとか、すごいモームスのね、はいはい、だって世代ですよ、ね、俺たち、ね、そうそう世代ですよ、ね、あとだから福田明日香さんとか、うわーなるほど、あとエイベックス松浦さんも別にその出役じゃないけど、はい、やっぱもうエイベックス聞きまくってた世代じゃないですか、はいはい、我々、あゆとかね、あゆとか安室、ね、ちゃんとか、はい、グローブとか、はいはい、あとめちゃイケの山本さんとかね、僕らプテンプロ、はいはいはい、とかは、まあ、それこそ東野さんだとまあその最たるものですよね、まあ、それはまた別ですけどね、あの元々会ってたからあれですけど、はいはい、いやいっぱいありますね、それで言うとすごいな。一般の方で、はいはい、いやこの人思ってたよりすごいのぶっこんできたみたいな、思ってたよりすごいのぶっこんできたというか、なんか一番今再生されてる動画っていうのが、まあ、障害者専門風俗嬢っていう方なんですけど、はいはい、障害者専門風俗嬢、はい、障害者の方を専門に風俗やってますっていう、はいはい、女性なんですけど、はい、その人を取材することになったきっかけっていうのは、はい、別にこっちからオファーしたわけでもなく、はい、でも当時結構チャンネルある程度登録者いたんで、はい、応募もあったわけですけど、でも応募もされてないんですよ、はい、なんか要は取材することになったシングルマザーの方がそれ関西で取材したんですけど、関西に来てるからってことで自分の知り合いを勝手に自分の取材の後に紹介しようと思って連れてきてたんですよ勝手に、しかも何にも知らされてなくてでその方の取材が終わった後にこれなんとかちゃんって言うんですけど多分三田さん会うと思って連れてきましたみたいな、すごいな。最初ちょっとそれでも急に連れてこられても、もう当時だからその応募も全員応募を受けるわけじゃなくてちょっと、はいはい、選ばせてもらってた状態だったんで、
いやそんな取材したいってなんか分かんないけどなって思ってたら、障害者の方を相手に風俗嬢してるんですよって言われて、あ、さすがなんか分かってんだこの人って、確かに聞いてみたいわそれと思って、うん、そのまま取材したっていう、はいはいはい、そんななかなか聞けない話じゃないですか。そうです、でもそれだから本当だから聞いたことないじゃないですか、うん、確かに興味ある話じゃないですか。長尺動画で一番再生されたって700万ぐらい再生されたんです。700万、はい、まあ、徐々に伸びてって感じですよね。すごいっすね、はい、パワーワードっすもんね、なかなかね。そうですね、だってあの取材最中に障害者の人って性欲あると思いますかって聞かれるんですよ。で確かに、いやどうなんですか、考えたことないから人間だから確かにあるのかなと思いましたとかって、でもそんなことみんな考えて生きてないですよねっていうような語り口なんですよ。なんかね、面白かったですね、そういうの、ね、うん、ちなみにこの回録チャンネルだけで生活できるようになったのはいつ頃か。僕結婚してるんで、はい、あの家族が暮らしてくれるぐらいの、はい、あの収入を得るための仕事だけ取っといたんですよ。ああ、なるほどなるほど。それも2020年の9月には完全にやめてますね。あ、じゃあもう半年ぐらいですね。半年で、半年で。え、でもその時ってまだ再生回数はあるけど登録者数そんなにないですか。2万人ぐらいです。でも毎日上げてたんだね。あーそっか、はい。でも編集とかも自分ですもんね。あ、でも僕最初の3ヶ月ぐらいで1回倒れたんでそこから自分の貯金切り崩してバイト雇ってました。マジ、はい、バイトに払う合計の金額30万ぐらい払ってます毎月。マジっすか。はい、その時毎日続けたい欲がすごくて、あのこの毎日投稿を途切れさせたくないっていう思いが強かったんで。なるほど。でも死にたくもなかったんで、はいはいはい、もう3ヶ月ずっと徹夜、もう本当にずっと作業してるか話を聞いてるかみたいな日々だったんで、はい、うわしんどいなそれ。そうだから、それあ、これもちょっとバイト雇わないと死ぬと思って、はい、妻もその時妊娠してたんで死ぬわけいけないじゃないですか。確かに。じゃあもうこれ貯金を切り崩そうと思って、はい、毎月。その時でも貯金は結構あったんですか。まあまあ結構ってことじゃないですけど、まあ仮に30万円毎月払っても1年は耐えれるかなみたいな。あ、なるほどね。感じはありましたかね。はいはいはい。そうですね、めどは立ってないで払ってましたね。そう7000円ぐらいの時から30万円払い出して。いや、やっぱ先行投資やば。そうですねでも今は、はい、もうそれこそ147万人って言ってるじゃないですか、はい、そしたら、まあ、スタッフさん今何人かかりますか。外録だけで生活してるって言ったら3人ぐらいいて。あ、なるほど。でそれ以外にも副業的に携わってくれてる人が 5、6人ぐらいですかね。だから例えば動画の目次つけるだけの人とか。そんなんいるんですか。あと動画 の文字が間違ってないかだけをチェックするだけの人とかいるんですよ、はい、それをだから、まあ、そんな、まあ、あのビビったるお金ですけども、お支払いしてやってもらったりとか、なんか分けてますね役割を。編集を手伝ってくれる人とか。でも基本は撮影はもう自分で。そうす、ね、絶対取材は行きますよね。はい。なるほどね。一応テレビやってたおかげで、なんとなくその番組作るのに分業化した方がいいとかっていうのは感覚としてあるわけですよ。だからこういうの任せて OK とか、そういうラインはもう最初からこのノウハウを持ってるってのはちょっと他の YouTuber さんとちょっと違うかもしれないですね。確かに。絶対にこれだけは聞こうみたいな、要はガイロフチャンネルさんがコンセプトとして持ってることがあるんですか。あ、まあだから、まあ、最終的に今後どうなっていきたいんですかみたいなのは必ず聞くようにしてますからね、まあ、だからいっぱいそのね、あの生きてきてのなんか辛い体験とかなんか語ってもらうわけじゃないですか。でだからそれだけこう聞いて VTR にしちゃうと後味が悪いものしかないじゃないですか。だからサムネとかってこうえげつないこと書いてるんですけど、サムネのチェックだけは絶対させてください、はい、そう、これはサムネはマジでえぐい。そうガイロフチャンネルさんのサムネクソえぐいから。そうっていうことをさせてもらってる代わりに、一応最終的に今後こういうことしようと思ってるっていう話をしてもらうことで、最後まで見た人に関しては、あ、こういうことをこれから頑張ろうとしてる人なんだ、はい、なんか応援したい気持ちになりましたっていうコメントとかが、まあ、割とつくと思うんですよ。なるほど、まあ、そういうので、まあ、帳尻合わせてるっていうんですかね。じゃあ1個の作品にして出てよかったなって思ってもらえれば、まあ、あのもう本当に下品すぎるサムネでもいい分かなって思ってもらうっていうあれってもちろんサムネ確認しますよね。そうそう、送ってますよ。え、あれで OK 出てるってことですけど、 OK です。だから多分ね、いろんな感覚の人がいると思います、まあ、別にもう出るからにはそういうサムネがつくだろうと最初から出てくれる人もいれば、緩いサムネで回んないぐらいだったら再生されたいって人は
そっちを選びますね。なるほどね。で逆にいやでもやっぱ嫌ですって人はあのやっぱ修正のご要望をいただくんで、はい、それはそれでこうちゃんと対応させてもらいます。すごいな本当に。でもみんなこれ本当にこれあれですか、全部許可取ってんですかこれ。一応送ってます事前に。すごいな。確かに言いづらいやつも結構あって。そうですね。いや困って言いづらいやつじゃない。声に出して読まない方がいいようなものばっかりです。加藤隆さんとかすごいです。加藤隆さんだったら別になんか出しても怒られなさそう。加藤隆さんちょっといいですか、ね、いいですよ。加藤隆さんは鶏の返り血浴びた女子を、いやこれ言えないわ。年間250対戦秋田最強のやり丸々。いや言えないなこれ。ちょっと待って、チャンネル の, この幅の広さよね。そうやって考えたら、はい、なんかいろんな人の人生やっぱ聞きたいし、あとはまあ言い方もあると思うんですけど、はい、スキャンダルを起きた芸能人のその後とかもやっぱ聞きたいと思うんですよ。ああ確かにね。そうですね。それこそユウスケとか。ああそうですね。エオトユウスケさんね。ね、確かに。やろうご紹介ですか、ユウスケ。そう、同世代を生きた俳優としては。確かに。じゃあ最後に、はい、ガイロクチャンネルさんは今後、はい、まあ三谷さんに、はいはい、どういう風になっていきたいですか。いつかはまあなんかその、まあ、ディレクターなんでインタビュー以外の動画をたくさん作って、そのまあ最終的にはなんか映画とかも作りたいなと思ったりしますね。うわ、その際にはぜひぜひよろしくお願いします。そうですね、でね、これやっていくことでいろんな人脈もできますし、あとね逆にいろんな人の話のストーリーをこう聞くわけじゃないですか、しかもリアルな、はい、そういうのを蓄積された状態でなんか自分でなんかお話書いて、でそれをこう映画にしてみたいなみたいな。森達也さんっていうドキュメンタリーのディレクターさんが、はい、昨年あの福田村事件っていう、映画を作ったんですよ。へー。で、あ、ドキュメンタリーの出身の監督がしかも60何歳にして初めてそういう劇映画に挑戦してもこんな面白いもの作れるんだっていうの、なんか励まされましたね。なるほどね、はい、じゃあいずれかは。でも確かにこんだけしかも認知度もありますし期待がすごいでしょ、なんてどんな映画作るんだろう。いやー、そうですね。でもそれに応えられるようにちょっと頑張って、まあ、それとか別に焦らず、はい、あのちゃんと準備してあの面白いものっていうのを作りたいなと思いますね。はい、本日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということですね、ガイロクチャンネルから皆さんに来ていただきました。それでは皆さん、またねー。ありがとうございました。今回の動画はヒーロー入社さんの提供でお送りいたしました。ご支援いただきありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。